Hello everybody, this is George Coggle right here on Lazy Days here at Surfers once again. 今日はね、こうやってジャケット持ってきたんで、僕のレコードコレクションの中から僕の好きなジャケットのアルバムを持ってきましたね。 So we're gonna talk about record jackets, alright? It's time for Lazy Days and here we go!よし、じゃあね、これ僕この今日持ってきたやつの中で一番古いやつからいきましょう。実はね、このねレコードはすごいとんでもないんですよ。いいですか？フランク・ザッパ and the Mothers of Invention、 1968年、これです。見てごらん、これ。実はこれのパロディです。あのね、これもちゃんと綺麗にアップしますけど、フランク・ザッパっていうのは素晴らしいアーティストだったんだけど、この人はこの60年代レコードを出し始めたんだけど、彼はドラッグもやんない、酒も飲まない、すごいストレートの人だけど、こういうヒッピーの文化のことをちょっといつもね横から見てるみたいな感じなのね。だからいろんな、みんなヘルシーのフードやったり、オーガニックになったり、ヒッピーのピースラブのことを全部ちょっとけなしちゃうのね。だからこれサージェント・ペッパーのことをここまでやっちゃってバカにしちゃってるんだけど、だけどこれはすごい売れちゃって、あの僕たち中学生の時にこれ聞いてると、これがさ割と明るいアルバムなのね、サージェント・ペッパーってポップで明るいの。これはすごいダークの、同じ世界のことをダークに歌ってるのね。ヒッピーのことを本当にバカにしちゃってるんだよね。だからサージェント・ペッパーを聞いて、もうヒッピーの世界はピース・ラブ・サイケデリック、そういうことを全部この人はバカにしちゃってて、これでサージェント・ペッパーって曲と曲の間がつながってるとこあるんだけど、彼は曲と曲の間をつなげてるんだけど、1曲の中に10曲ぐらい曲をつなげちゃってるんだね。あるメロディーがあったら今度次は違うメロディーになったり、全部そういうふうにやってアルバムを作った。だから本当ね、中学生の時にこれ聴いてて、わあ俺たちインテリだなーなと思って聴いてたんだけど、今になって大人になって聴くとくだらないんで割とね。でも中学生っていうのはこういうのを聞いて、わあすごいこと言ってんな、ヒッピーはそんなクールじゃないな、もっと裏があるなってことをこういう音楽聞いて思わせてもらえたの。だから本当そういう面ではビートルズはすごいポップがあって、でこれほらサージェント・ペッパーズ・オンリー・ハーツ・クラブ・バンドっていうタイトルでしょ。これは We're only in it for the money、 本当にお金のためにやってんだよってそういうね、はっきり言ってんだよね。でその時にね、やっぱりね、ビートルズも当時一回なんかのインタビューで、曲のインスピレーションなんですかって言ったら、ジョン・レノンが、うん、これ書いてヨット買おうかって、そういう感じでやったんだから、冗談でお金のためにやってるって言っちゃったら、今度そのザッパがそのことをタイトルにしちゃって、それで、こんなの見るとさ、ね、みんな恥ずかしいでしょ、こんな、よくこんなことやったなと思うんだ、ミュージシャンが。ね、でこれ、サージェント・ペッパーはこういう感じだけどね。それをね、こういう風にやっちゃったのがザッパですよ。ちょっとビートルズの逆だから、これを持ってる方はみんなこれを一回聞いてください、ね、もしたらやっぱりロックっていうのはポップでいろんなコマーシャリズムがあるから、それをバカにして実はそれで売れちゃったんだけどね。だけどそういう恥ずかしい、この人の名前がジミー・カール・ブラックって言って、アメリカ・インディアンの、だからアルバムの中で I'm Jimmy Carl Black, I'm the Indian of the group、 僕はこのバンドのインディアンだよって、だから人種差別してないよっていう、そのジョークにしちゃってるんで、ポロンポロンと入ってくるの。でもそれが Sergeant Pepper and We're only in it for the money。 でまた中学っていうと、僕たちの時代はこれですよね。みんな中学生ってこれが出た時にぶっ飛びましたね。ラテンのリズムで、ね、そしてポップの曲も入ってるし、ほらよくラテンのリズムのアルバムってあんまりポップじゃなかったのね。だけどこのアルバムすごいポップになって、実はこれが69年に出たんだけど、ウッドストックも69年で、ウッドストックのライブがすごかったからサンタナがすごい売れちゃったの。ウッドストック出た時に彼らはまだ無名のバンドだったんだけど、出た瞬間にもう世界中に有名になっちゃったバンドで、これが彼らの1枚目。
でこれ全部みんなこう写真見るとサンフランシスコのミッションディストリクトっていうメキシコ人街のみんな基本的にチンピラっぽいんだよね。みんなちょっとラフなやつらで、ね、そしてこのアルバムは中学生がすごい注目した理由はこのジャケットに顔が何人いますかっていうのが割とみんなが数えてたね。みんな中学生部屋に座ってぼーっとしながら音楽聴いて本当にぼーっとしてるんだ、アメリカの中学生だから。それでこうやって一つあるでしょ、ライオンの顔。それからここにもある。だから1個2個3、4、5、6、7、8、9人の顔があるんだよ。でもアメリカ人ってこういうのを見てみんなこれでもう一人いるよ、11人いるよ、そういうやつたくさんいるの。アメリカ人当時はすごいヒッピーの文化だったからもうこれで何個も顔見える人見たんだよね。だからアメリカだったら来て LSD なんかやってる人なんかこれもう何十個見えたんじゃない、こういう顔で。これが僕たちの中学生の時のもう本当に一番注目されたジャケットで本当すごい見てたからもうボロボロになっちゃったよね。レコード聴きながらずっとこうやって見てどっかにもう一つあるんじゃないかなと思ってこれ見てたの。これはサンタナのデビューアルバム。 All right? OK! 今日はちょっとね一個変えよう、こっちにしましょう。72年に出たビッグバンブーっていうアルバムだね。これは実はタバコを巻く紙の会社なの、ビッグバンブーって。でそういうみんな当時はマリワナなんかアメリカ人吸ってる時にこういう紙を買ってみんなマリワナ吸ってたんですよね。だからこれ見るとこの大きい巻く紙が入ってるんですよ、こういうふうにこれがジョークなので、彼らのアルバムの内容はそういうドラッグの曲が多かったのね。でもこれをよく聞いて訳すとこれはスネークマンショーと相当影響されてますよ。聞いたら時々同じギャグが入ってるから、これそのスネークマンショーのやっぱり彼らがすごい影響されたアーティストです、チーチンチョング。でこの人たちはよくねライブがあるじゃん、ライブってロックのバンドのライブの前座で彼らが出てステージでこういうコメディやってた。でこれを本当に聞いたら面白いし、それでこの次のアルバムからアルバムに絶対1曲入ってたのね。その時にクラプトンやジョージ・ハリソンなんかが弾いてるんですよ。そういうメンバーを使えるぐらいに有名だったのね、チーチェンチョング。でこの人たちは今はできないのは人種差別のこともボロボロ言うのね。それはなぜかというとチーチさんはメキシコ人なんだ、でチョンさんは黒人とアメリカインディアとチャイニーズのハーフなの、あいの子なのね。だから何でもけなしていいんだよこいつらはそれで許されたのね。それ全部もう誰でもいいからもうボロクソ言えたの。これをね本当に聞いて、それからあとスネークマンショーを聞くと似てるとこあるなっていうね、すごい影響されたと思う彼らに。チーチェンチョンビッグバンブー、でこの最後の曲ではこれを使ってみんなこれに入れるそういうドラッグがないから靴下でも入れて吸ったら同じじゃないかって歌ってる大きいからもうその靴下を入れてもう吸っちゃおうよっていう、本当これアメリカの60年代のもうヒッピー文化のもう名盤ですよ、ね、で CD 版はこの紙が入ってないからやっぱり買うんだったらアルバムを探した方がいいです。でももう今もうレアであんまりないと思うんだ。今度はこれボン・マーレーのラッサマン・バイブレーションっていうね。これはもう今はこういうジャケットもないんだけど、これはバーラップっていうこういう中にいろんなコーヒーなんかを売るときに入ってるキレを使ってるのね。でこれは限定版でこれあったんだけど、このアルバムからボン・マーレが売れたのね。すごいヒットしたんだけど、でもこれは今になるとそんな名盤じゃないのねでもすごいヒットしたアルバムなんですよ。でこれが出たのが1976年。で当時は僕はね実はこの時聞いてなかったのね。なぜかというとボマーレって僕彼の歌の内容を知らなかったから聞いてなかったの。ただマリワナを使って売ってたってイメージあったのね。それがそうなんか嫌だなと思ってずっと聞かなかったの。そういうねなんかもっと
もっとあの彼らに言ってる内容のことをプッシュすればよかったのに、最初はそのマリファナを吸う人だっていうのであのライブあの売ってたのね。でこの時にはね、このアルバムにこういうのが入ってたの。これアメリカの有名なピープルマガジンっていう雑誌のボブ・マイの記事が載ってたのね。そこでこのところでね、ジャマイカのゴールド、それはボブ・マーレーのレコードのセールスだってね。それでこれはあの見た人はわざとだけどマリワナに見えるのね。でも実はこうやって開くとボブ・マーレーの髪型なんだよねこれがピープルマガジンのジョークなの。ジャマイカンゴールドって言って、ああみんなマリワナと思ったら実はボブの毛だったんだねこのぐらいからもうボブ・マーレーが世界中の人にこう注目されるようになって、それで詩の内容があの割と暗いな、あのね、あのクレイジーボールヘッドっていうのは、ボールヘッドっていうのはジャマイカのラスタの言葉ではあの白人のことなの。だから白人が僕たちを責めてるっていうクレイジーボールヘッドって曲もここに入ってるし、本当あのポップのすごいヒットしたアルバムじゃないんだけど、アブラマボブ・マーレの話題でこれ売れたアルバムなのね。あのこの後にエクソダスっていうのですごいヒット曲出たんだけど、この時はアルバムが売れたんだけどヒット曲はあんまりまだなかった。で本当この名盤もう本当これは手に入んないと思うんだ、ね、なんで俺持ってるのか分かんないねだけどすごいラスタマンバイブレーションっていうアルバム。 OK、 そして次はちょっと一応ね、あの僕が一番セクシーだと思うアルバム、これなんですよ。もうあのアメリカの家にアルバムあったんだけど、うちの居候が前話したと思うけど、うちに住んでて居候お金なくなって僕のアルバムなんか売っちゃったりしててねそれで売られたアルバムの一つだと思うんだ。それがカーリー・サイモンのプレイン・パーソン。セクシーでしょこのジャケット。でも実は彼女のアルバムの中であんまり良くないんだよこれあのこの前のアルバムなんかはすごいヒット曲があったり、この後もまたヒットあったんだけど、この時にはなんかヒットのノリでこれ出せたんだけど、僕はこのジャケット好きで買っちゃったんだけど、実は中は僕彼女の中で一番好きじゃないアルバムなの。このジャケットどう見ても買うしかないでしょ。これがジャケ買いっていうんだよね。これ本当この ノーマン・シフっていうカメラマンなんだけど、これほどセクシーなジャケット僕ないと思うんだな。カーリー・サイモン、僕あの日本で新宿厚生年金ホールでジェームス・テイラーライブ見に行ったのね。そしたら次の晩渋谷公会堂でライブやって、ジェームス・テイラーのアンコールは彼女が出てきて歌ったんだって。で僕は厚生年金で見たからライブ見れなかったね。で本当これは This is sexy man、 sexy ね。だから僕はあの CD も LP も買っちゃってるんだけどね、あの内容はあんまり好きじゃないでも一応ジャケットをこうやって事務所に飾りたいからいつも持ってるんですけど。 Alright, 5 albums, that is. We'll be back again. So, 登録してください。 Lazy Days!